写真食事機。写真食事機は写真技術を応用し、作業者の入力に応じて因果紙に文字を出力することで組版を行い、印刷用の半下を作る装置。写色機と通称される。光を使って半下を作るタイプライターとでも言うべきコンセプトで作られている。ここでは手動写色機について扱う。電算写色については当該記事を参照。 写真食事機は19世紀末に開発された昼食八1886年やモノタイプ1887年など先に実用化された技術である昼食器の延長、発展として着想された。写真技術を用いて昼食器における母系を文字盤に鋳造部分をレンズと印シに置き換え装置全体の小型化を狙ったものが写真食事機であると言える。 1890年前後から主にイギリスとドイツで研究が進められ、後に試作機も製作されていたが、実用化、商用販売に至ったのは、日本の石井も吉と森沢忍によるものが最初であった。日本が世界に先んじた背景には、オーブン活字が文字ごとにそれぞれ固有の幅を持っており、文字盤の送り装置に複雑な機構が要求されたのに、比べ、和文組版では、 基本的に文字が遠距離に並ぶため、そのような問題を回避できたということがある。また、活字と揃いの字数が少ない欧米ではすでに、昼食期が発達、普及しており、日本ほど、写真食事期が必要とされていなかったことも否定できない。1924年3月、新聞記事で、写真食事期について知った森沢が石井に相談を、持ちかけたのが開発のきっかけとなり、 同年7月には国内で特許を出願する。1925年6月に認可を受け、開発を始めて8ヶ月後の同年10月に試作第1号機を完成させた。そして1926年11月、石井の自宅に写真食事機研究所、後の写し験が設立された。開発にあたっては、主に石井がレンズと文字盤を森沢が 他の装置部分を担当したとされる。商用販売が実現したのは1929年で、あるが、これは、印刷会社5社が、それぞれ1台ずつ、行為によって試験的に導入したものである。開発と比べ普及は進まず、森沢は1933年に、同研究所を退社し、多業に転ずる。戦前、写真食事機は、装置が小型で運搬しやすいところから、 秘密保持や外資での宣伝用を印刷物制作に向くとされ、主として軍関係に利用された。戦後、写真食事機研究所の設備は繊細により、すべて消失していたため、利権工業から製造権の譲渡が打診された。しかし石井は提示された条件を良しとしなかった。そこで、共同発明者である森沢と相談の上、再び森沢と結び、 機械本体を森沢が、レンズと文字盤を石井が製作する共同事業として、写真食事機の開発が再開する。当時は印刷物の需要が非常に大きく、活版印刷と比べて、設備の簡便な写真食事機は、積極的に導入され、急速に普及していった。当初は文字盤の所帯として、金属活字のそれを流用していたが、後に、 平反オフセット印刷の特性を考慮した、いわゆる社食文字としての開発、改良がなされていく。石井と森沢はそれぞれ、宇都市県と森沢という二大企業に分かれ、両社が国内の業界を牽引していった。機械装置としての写真食事機は、などで構成される。光源ランプからの光が、左右が反対の文字部分のみが透明になった、ガラス製の文字盤。 急数レンズ、変形レンズの順で通り、オペレーター正面右のハンドルを押し下げることで、文字盤が固定し、シャッターが切られ、アンバコに入った因果紙に食事される仕組みである。ただし、ファインダーを開いているときは、シャッターを切っても、アンバコまで光が届かない構造になっている。ファインダーは空打ちをする場合、そして、形が複雑で、文字盤の目視だけでは、 正しい文字を拾えているか確認が困難な場合に使用される。1文字食事するごとに展示板に水性マーカー等で食事した場所に展示が打たれる。展示の大きさは文字サイズ変更でも変わることはない。新しい機種になると CRT 画面搭載により文字の実画像でのレイアウト表示が可能になっている。光源の明るさは 因賀詩の種類や文字の形状によって変化させる。白抜き用の因賀詩を入れることで黒地に白抜きでの食事が可能になるが、白抜き用の因賀詩仕様の場合は、光源の明るさを大幅に上げ、複数回シャッターを切ることで食事する。また、ゴナユーなどのように、極太ウェイトの文字を拾う場合、光源が明るすぎると、ハレーションを起こし、文字が滲んでしまうこともあるため、 足元のペダル操作で一時的に光源を落として食事をする場合もある。因果子に観光させることで食事するため、作業後に現像処理をする必要がある。現像は自動現像機で行うことが多いが、予算的に自動現像機が購入できない場合や、厳密な濃度管理が要求される場合は、暗室に出て,て作業で現像が行われることもあった。 写真食事機で利用される単位として、文字サイズは9数、送り量は波数で指定する。9とは、英語のクォーター、イコール1、4の位であり、19は1、4ミリメートル、0.25ミ、mm、リメートルである。この9に同音の漢字を当てて、9と表記することが多い。しかし写真食事機では、文字を使用頻度によって分類する単位として、9が使用されるので、 両者の混同を避ける意味もあり、文字サイズについては、Q と表記する方が正確だとされる。また、波数は、文字盤を歯車で、機械的に操作していた時の移動量に由来しており、1波は 0.25mm である。波数は Q に倣って H と略記されることがある。そもそも初期の写真食時期において、文字のサイズは、レンズ番号、最小が4.5ポイントに禁じする1。 最大が31ポイントに禁じする銃で指示するか、または、合数性やポイント性など、既存の単位系の相当値を用いることで、表されていた。送り量も当初は、縦横ともに 0.5mm であったが、1935年に、まず、縦送りだけが 0.25mm に改良された。当時の印刷物の多くが縦組であったので、 これをより精密に組むことが優先されたためである。そして1938年に縦横の送り量が共に 0.25mm となるよう改良されたとき、送り量、波数を元にした文字サイズを表す新しい単位として、旧数制が確立された。すなわち、ある送り量でベタとなる文字サイズの旧数は、その波数と等しい。例えば10波送りでベタとなる。 文字サイズが19である。後に送り量を 0.25mm 以下のさらに小さな数値で制御できるようになってからも単位としての刃に変更はなかった。9と刃は同一の量であるが文字サイズについての未給、送り量については刃と使い分けることで反面定裁の指定で混同を避けられるという利点がある。また送り量の単位に当初から メートル法が採用されていた結果として、旧数星もメートル法に基づく単位となったが、戦後になると、同様にメートル法で規定されている、日本国内の紙の寸法に合わやすいという利点が生じた。このような特徴から、旧数星は、電算社食や DTP の時代においても、利用されている。ポイント活字、合数活字を参照。参考。 小学館日本百科大辞典1962年、写真食事山岡金7。文字サイズごとに人揃いの活字を用意しなければならなかった。活版印刷では、一書体あたりの占有面積が大きく、管理する費用もかさむため、利用できる書体の数はごく限られていた。これに対し写真食事では、一つの文字盤からあらゆるサイズの文字が出力できるため、 より多くの種類の書体を利用することが可能になった。また、書体の開発においても、活字と比べて、文字版の制作は簡便であったため、日本で初めてオーブン組版のように多彩な書体を用意することが可能になった。一方で、本文用に設計された文字を大きく拡大して、使うと痩せて、見えたり、逆に見出し用に設計された文字を縮小して使うと、潰れてしまうことから、 様々な太さ、ウェイトを揃えたファミリーとしての書体が要求されるなど、金属活字の時代とは異なる課題も生じた。ウェイトという概念そのものは、写真食事が登場する前から存在していたものの、日本では一書体に必要な字数の多さなど開発にかかる負担が大きく、それまで実現していなかったものであり、日本のタイプフェイスデザインは、写真食事の時代に、 大きな発展を遂げた。文字盤とそれに付随する書体は各社の写真食事機を特徴づける大きな要素で非常に高価であり、多くの場合メーカーは自社の文字盤を他社製写真食事機で使用できないよう図っていた。しかし実際には別会社の書体を混色した印刷物も多く見られ、形状に互換性がなくとも文字盤が小さければ位置を調整してそのまま用いたり、 補助枠を取り付けたりして対応させ、逆に大きすぎる場合には、文字盤そのものを加工するといった、様々な策が取られていた。さらに、文字盤の構造はそれほど複雑なものではなかったので、得意な書体を用いるために、私的に文字盤を制作することも行われた。また、会社ロゴや独自記号などを社食機上で、使用できるようにするために、ネガフィルム状態の文字、図像を貼ることで、 サブレートとして使用可能な、仕様といったプレートも販売されていた。活版と異なり、レンズを使って自由に文字を、拡大縮小あるいは変形レンズにより、状態や、平ら体そして車体などに変化させることができたことや、多彩な書体が使用できたことなどから、組版の自由度が飛躍的に上昇した。また、活版の設備に比して、場所を取らず、習熟に必要な期間も短く、 また低コストで導入することができた。ただし、初期の社食機は、印字するたびに打ち込まれる展示で大まかなレイアウトを確認しながらの作業であり、打ち置いた印画紙を現像するまでは、正確な仕上がりはわからなかった。そのため経験や勘に頼るところも多く、仕上がり品質は、社食オペレーターにより、大きく左右された。また先日の通り、 変形レンズを使用することで状態、平体、車体の変形が自由に行えるようになったが、車体の場合、右上がりまたは左上がりに印字されていたため、ライン合わせという斜め方向への印字をしていかなければならなかった。そのため、車体を機械で混色することができず、車体部分だけを別の場所にバラ打ちをしておいて、反した種作業において、 車体部分を張り込んでいくという作業が必要だった。だが時代が進むにつれ、制御が機械工学的なものから徐々にマイコン制御に変わることで、爪打ち用文字盤と合わせて、地送りを自動制御できるようになり、回転レンズの搭載で車体の混色も可能になり、さらにその後の CRT 搭載機の登場により、ほぼ正確なレイアウトを目で確認しながら作業をできるようになった。 一番新しい機種では、斜め組みや円組みの混色も可能で、かなり複雑な半下も一枚の印菓子の中で組むことができる。文字のサイズは、当初、あらかじめ定められた倍率にしか指定できなかったが、JQ レンズの登場によって、中間の値を指定できるようになり、デザイナーの要望に応えられるようになった。機の操作は、下の作成に直結するので、 平反オフセット印刷工程において、工数の減少につながった。しかし一方、文字の訂正が必要な場合、半下を薄く切り取って貼り替えるという作業が必ずになり、行単位で少しずつずれるような場合には大変な労力を必要とした。ただしこの欠点は、データの状態で、組半結果を保存することで訂正を容易にする、電算社職において解消された。 DTP に完全に駆逐されたかに見える技術だが、現在でも一部では、主導者食器が現役で活動している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。